皆さん、こんにちは。前回は失われた十氏族についてご紹介しましたが、今回は表舞台に出た二氏族についてのお話です。イエス登場を境に大分裂してしまったイスラエル二氏族、北イスラエル王国を構成していたイスラエル十氏族が消息を絶ったのとは対照的に、イスラエル二氏族は目に見える歴史を歩むことになったわけですが、それはそのまま迫害され続ける歴史を意味していました。南ユダ王国を滅ぼしたシンバビロニア王国がアケメネス朝ペルシア帝国によって滅ぼされると、ペルシア王の寛容な宗教政策によってバビロンに捕囚されていたイスラエル二氏族であるユダ族とベニヤ民族はパレスチナの郷土へ帰還することができました。しかし、かつての南ユダ王国の首都エルサレムにあって、ダビデ王のシンボルであったソロモン神殿は荒廃しきっていました。そのため帰還を果たしたイスラエル二氏族たちはソロモン神殿を再建し、徹底した契約厳守の立法主義に基づく新ユダヤ教を作ったのです。彼らは神に選ばれて契約を結んだ唯一の民族としての誇りを頑強なものとし、民族的結束を固めていきました。イスラエル十氏族と完全に離別してしまった彼ら、イスラエル二氏族はこの時を境にしてユダヤ人と呼ばれるようになったわけです。ローマ帝国が台頭し、ローマ帝国から派遣されたエドム人、すなわち非ユダヤ人のヘロデがユダヤの王として君臨すると、先民としての誇り高いユダヤ人たちの多くは統治者であるローマ帝国に従おうとしませんでした。ユダヤ人の間でもローマ支持者と不支持者との争いが絶えず、使えり探検党員という過激な集団もはびこっていきました。ユダヤ人の分裂は政治的分裂にとどまりませんでした。イエスと名乗る謎の青年が登場し、新しい神の法を解き始めると、今度はイエスをメシア救世主として認めるか認めないかで宗教的大分裂を起こしてしまいます。ちなみに当時のユダヤ教には祭司を頂点としたサドカイ派やバリサイ派、エッセネ派といった宗派が存在していましたが、イエスの登場ほどユダヤ人の宗教的分裂を決定的にしたものはありませんでした。この地を拠点にして宗教活動をしていたクムラン教団はユダヤ教の一派エッセネ派に属する教団でした。イエスの登場による宗教闘争は純粋にユダヤ人同士の身内の争いであったと言えるでしょう。なぜならばイエスの12人の弟子は全てユダヤ人であったし、イエスに帰依した民衆のほとんどはユダヤ人であったし、さらに彼らはあくまでもユダヤ教の範囲内でイエスを信じていたからです。よって一般に言われているようなイエス率いる原始キリスト教団は最初からユダヤ人と対立していたという認識は正しくないでしょう。正確にはイエス派ユダヤ人と保守派バリサイ派ユダヤ人が対立していました。バリサイ派はモーセがシナイ山で授かった神との契約旧約に基づく立法主義に固執していたために、イエスが説いた新しい神との契約新約を受け入れるのを拒否し、イエスと激しく対立していたのです。そしてイエスのユダヤ教改革はその後ユダヤ人という民族の枠を超えた世界的な宗教改革にまで発展していきました。ローマ帝国が正式にキリスト教をローマ人の国教として認めたのはイエスの死後300年ほど後のことでした。さて、イエスが公開処刑されてから約30年後の紀元66年、ユダヤの地の統治者の暴虐をきっかけに熱心党ゼロテ党というユダヤ人レジスタンスグループがローマの守備隊を襲い、ユダヤ人とローマ軍は本格的な戦いであるユダヤ独立戦争を開始しました。ユダヤ諸州のほとんどのユダヤ人が武装蜂起し、ユダヤ人の独立を試みたのです。しかしローマ帝国軍の軍事力には圧倒的なものがありました。ネロ皇帝が初動させたローマ軍は瞬く間にユダヤ人の大反乱を制圧します。紀元68年のことでした。そして紀元70年、ウェスパシアヌス帝の息子ティトゥス将軍はエルサレムを完全制圧しました。エルサレムは嘆きの壁を残し徹底的に破壊されました。この第一次ユダヤ戦争のユダヤ人犠牲者数は60万人とも100万人とも言われています。さらに紀元73年、
967名のユダヤ人が7ヶ月も籠城し続けていた難攻不落の要塞マサラを8000ものローマ帝国軍が総攻撃しました。追い詰められたユダヤ人は2人の老婆と5人の子供を残し全員自害して果てたといいます。ユダヤ人による最後の反乱であるバルコクバの乱、第二次ユダヤ戦争が鎮圧されると、それをもってユダヤの対ローマ戦争は事実上終結し、紀元135年、ローマ帝国はユダヤ州をシリアパレスチナ州に編名します。これはユダヤ人の敵対者ペリシテ人の名前から取ったもので、現代まで続くパレスチナの名前はここに由来しています。これを機にパレスチナを去って外国に移り住むユダヤ人が急増。これはディアスポラ、ユダヤ人の離散と呼ばれ、ユダヤ人は祖国を失い流浪の民となったのです。バルコクバの乱、第二次ユダヤ戦争で戦死したユダヤ人の数は58万人と言われ、多くの高官たちが死刑となり、生き残った1万人のユダヤ人捕虜は奴隷としてローマ帝国各地に売り飛ばされてしまったといいます。ハドリアヌスは市政開始の当初はユダヤ人に対して温厚な顔を見せていました。しかし晩年になると、食州ユダヤの不安定要因はユダヤ教とその文化にあると考え、ユダヤ的なものの根絶を図るようになっていきます。彼はユダヤ暦の廃止を命じ、律法の書物を神殿の丘に廃棄して埋め、多くのユダヤ教指導者を殺害します。またユダヤ州をシリアパレスチナ州に編名し、この地からユダヤの名前を消し去ったのです。なお一連のユダヤ戦争が起こる直前に、イエスの御名を帯びた大量のイエス派ユダヤ人集団エルサレム教団がパレスチナを脱出してある地域へ向かって旅立っていたと言われてます。彼らの敵前逃亡行為は他のユダヤ人たちパリサイ派集団から裏切り者として非難されていたそうです。ローマ帝国の迫害によって流浪の民となったユダヤ人は、ユダヤ教保守派パリサイ派の生き残りを中心にガリラヤやティベリアにサンヘドリン、ユダヤ長老議会を設置。サンヘドリンは総司教、行学院長、最高法廷議長の3党制度で成り立っていました。またイエス生誕以前から自発的に諸外国で暮らしを始めていた離散ユダヤ人もいました。彼らはヘレニズムローマ時代に発展を遂げ、地中海やオリエントなどに広がっていました。その中心がバビロニアやエジプトのユダヤ人共同体であります。ユダヤ人たちは離散の地でユダヤ人の生活原理の規範ともいうべきミシュナ紀元2世紀、エルサレムタルムード紀元4世紀末、バビロニアタルムード紀元5世紀末を結集します。旧約聖書を保管するものとしてのタルムードの発生史は、すなわちユダヤ教の発展史です。離散時代のユダヤ社会はかつての神殿祭祀ではなく、シナゴーグ、ユダヤ教会堂のラビ、ユダヤ教指導者による旧約聖書やタルムードの研究解釈に切り替わりました。このシステムは現在のユダヤ教にそっくりそのまま受け継がれているのです。このタルムードを中核に据えた新ユダヤ教を信仰し始めたユダヤ人には、もはやかつてのような預言者も神の声もなくなってしまいました。もっともより人間が理知的な時代を迎えたためでもあろうという人もいますが、イスラエル十氏族との完全離別、新バビロニア王国によるソロモン第一神殿の破壊やローマ軍との大戦争を経験し、マイノリティ化した彼らは極度の民族的死活問題に直面していました。そのためにタルムードにはより現実的な利益を求める生活志向が盛り込められていきます。それと同時に非ユダヤ人のことをゴイム、家畜と表現し罵るなどの故意に歪められた民族的排他性と独善的先民思想が付随し、他民族に反ユダヤ感情を植え付ける一因となっていきました。ローマ帝国に大敗北をしてパレスチナの地から追放されたユダヤ人は、国を持つことも神殿を再建することもできず、第二次世界大戦後の1948年にイスラエル共和国が建国されるまでの約1800年間、世界各地で差別と迫害を受ける離散生活、ディアスポラを強いられることになったわけでありますが、彼らユダヤ人という集団はこの長い長い離散生活の中でイスラエル西族としての正当性も純潔性も失っていったのです。というわけで、イスラエルの西族の歴史についてのお話でした。
エルサレム旧市街の神殿の丘に位置する嘆きの壁。彼らが聖地と呼ぶこの壁の石の隙間にはユダヤ教徒の祈りの言葉が書かれた紙切れがぎっしり詰まっております。夜になると夜露がたまり、壁に生えたヒソプの草を伝って滴り落ちる様子から、数々の迫害や苦難を受けて涙を流すユダヤ人のようでもあることから、嘆きの壁と呼ばれるようになったといいます。まるで先民の歴史を嘆いて神様が涙を流しているかのようです。聖書の中にはこんな悲しい歴史があったのですね。ご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。